世界観はかつて存在した日本の映画館。世界観とも表記した。1894年に芝居小屋、エビス座として開館、1916年に世界観へ改称映画館となった。2001年時点では三重県最古の映画館であった。本校では世界観を経営していた有限会社世界観についても扱う。 おかげ参りルで賑わった伊勢には、江戸時代に、浄瑠璃や歌舞伎を上演する常設の芝居小屋が、伊勢三宮街道沿いの古市に設けられ、明治時代には、伊勢の中心市街地である山田にも、芝居小屋が建てられるようになった。そうした中、1894年に、田波豊七が、発起人となって、山田駅前に芝居小屋、エビス座が開業した。小倉落としは7月20日に、 東京女俳優、坂東鈴吉一座を迎えて行われた。芝居小屋であるが、寄席も行われた。その後、材木業を営む中村六次郎が買収し、1916年に、和幸木町の新道入り口付近へ、新築移転、世界館に改称し、映画館として再出発した。世界館ロナは、移転先の和幸木町にあった帝国座に対抗し、 その上を行く劇場とするという意気込みを表明したものであった。芝居小屋から映画館に転換したのは中村六次郎の息子である中村伊三郎の提案がきっかけである。伊三郎は宇治山田商業学校を卒業後、映画館経営に乗り出し、何事も先に行かねば気が済まない性格から三重県で初めてトーキーの映写機を設置するなど、 新しい設備を積極的に導入した。当時の映画館は河原武器2階建てで、縦壺ぼは76.5坪であった。1929年、イサブロウは収容人数1704名という三重県最大の劇場に大改築を行った。再び歌舞伎工業ができるように舞台を設け、地下室も備えた劇場となった。同年2月10日の旧正月に映画工業を 再開、6月25日には、初の舞台公演が行われた。この大劇場は1945年7月29日の宇治山田空襲により消失した。戦後、世界観は再建され工業を再開する。イサブロは、映画館経営の傍ら材木、生死、化粧品雑貨賞も手掛け、三重県工業組合長や保護士、家庭裁判所の調停委員。 消防団長を務め、地域の人の辛望が扱った。なお、女優の松岡由里子は、伊三郎の孫である。伊三郎の後は、息子の中村博士が継いだ。直系の親子三代が経営する映画館は、三重県唯一の存在であった。1984年時点では、世界観と第二世界観の二艦体制で、共に平屋建てであった。他に、 伊勢市内には、伊勢レックとパール劇場の3巻の映画館が営業していたが、企業経営だったのは世界館のみであった。1995年になると、パール劇場はすでに姿を消し、伊勢市の映画館は、伊勢レックと世界館の2巻となった。1996年版の映画館名簿では、立ち名表記が世界館となっている。建物は3階建てになったが、 1984年よりも収容人数は減少した。1995年は、ク名ナ市に、ワーナー・マイカル・シネマズ・ク名ナが開業し30件発のシネマコンプレックスが誕生した年であり、以後来た中税でシネマコンプレックスが増加し、既存の映画館、いわゆる街の映画館は、こうしたシネマコンプレックスの構成により、厳しい経営を強いられた。 世界観跡地に立つメゾンブローニュー一の木そして南西でも2001年8月11日にイオンモール名和内に109シネマズ名和が開業。同年12月支配人の中村博氏は朝日新聞の取材に対して入場料を下げて来場者を増やしたいと答え打開を図ったが2003年に閉館した。閉館後もしばらく建物は残り、 伊勢銀座振動商店街の運営で4つの食料品店が出店する桜市場が2003年3月23日に開設された。2006年に建物は取り壊され、跡地はメゾンブローニュー一の木というマンションになっている。1984年時点では本館の世界館は400人収容で東方、小竹系の映画と洋画を上映した。別館の 第二世界観は100人収容で、洋画専門だった。1995年には、本館の世界観1は350人収容に縮小し、東方系映画専門となり、別館の世界観2は130人収容に拡大し、洋画専門のままであった。中村六次郎中村伊三郎中村博士有限会社世界観は、かつて存在した日本の映画工業会社。 映画館の経営のみならず、化粧品の小売りも手掛けていた。専務取締役の中村元彦は、伊勢商工会議所青年部の会員であった。2013年現在、有限会社世界館は、消息不明となっている。ありがとうございます。